今シーズン最終戦となりました、試合を振り返ってお願いします。前半いい形で得点を南が決めてくれて、まあ、すぐにその失点しまったところしてしまったところが、まあ、自分も、もし寄せれたと思うし、まあ、取られ方が悪いシーンが何回も続いていたので、まあ、後ろは辛抱強くやることだけ考えてましたし、これだけ多くのサポーターが最終節山形まで駆けつけてくれたので、まあ、勝利を届けれてよかったと思います。今シーズン最後の試合で、勝利と、もうこれ以上ない結果だったと思います。今シーズン全体を、まあ、あの短いですけれども、まず振り返っていただけますでしょうか。まあ、とても苦しくしてしまったのは自分たちだし、まあ、その紙一重のゲームというのも落としてしまっていたので、なんとか来シーズンこそはそういうゲームをものにして、やっぱ勝負強さというところを取り戻したいし、まあ、そのヴェルディの、OB の方や、まあ、秀樹さんもそういう思いで、ね、いろいろゲーム前にいろんな言葉をかけていただいたり、カズ君も、そういう思いを選手に伝達してくれているので、まあ、もう一度そういう、ね、ヴェルディというものを、強くさせるようにみんなで努力したいと思います。最後に1年間支えてくださったサポーター、パートナーの皆さん、支えてくださった皆さんに向けてメッセージをお願いします。ホームの最終戦でも喋、らせていただいたんですけども、まあ、サポーターの皆さんはじめスポンサーの方々や、まあ、ボランティアの方々に支えられて、僕たち選手は、まあ、その、ね、子供のようにサッカーをやるだけの素晴らしい環境を作っていただいていると思います。まあ、結果を出すことがプロとしての仕事だと思うので、もう一度そういうところに立ち返って、新しいシーズンのために準備したと思うので、来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。